え、こんにちは、黒田です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、また質問がありまして、カウント、そういえばカウントってやってなかったなと思いまして、えー、今日はカウントについて、えー、解説します。どうやってカウントすればいいですかとか、えー、カウントについていろいろ、えー、言われたけど理解ができませんということなので、まあ、カウントって結構難しいんですね。えー、こうカウントっていうのは、ダブルカウントっていうのが、ワン、ツー、ワン、 4頭ここね頭に向かう時のこれ二小節あるやつこれはダブルカウントと言いますシングルカウント e と f o u 4で頭にフィルインを入れる場合ジャズの場合はタタンがとかと、うん、いうふうに入れることがあるのでそうすると三まで入れなきゃいけないね three。カウントは3つだからダブルカウント w と three。 というダブルカウントで3まで。もう一つ、ワン、ツ <noise> ー<声>、ワン、ツー、スリー。という具合に、まあ、スリーまでカウント入れるっていうのが普通ですが、まあ、フィルインによりますね。まあ、ドラムで入ってって言われたりとかする場合は、タドンをうまいこと、<noise> というふうに入れたりとかすることが多いですね。頭でドラムソロで入るときに、裏から入ると、 まあもちろん、これが裏なのか表なのかっていうのは分からないですよね。で、ものすごい上手い人だと、裏なの、裏から入っても、裏な感じで出せます。だけど、まあ基本はやっぱ表じゃないと、相手のキャッチの能力もいますもんね。やっぱ相手がものすごく初心者だと、やっぱり、こう、どんなに裏か、 パクっぽく叩いたとしてもやっぱ頭に聞こえてしまうんでやっぱりその相手のキャッチ能力もあるし、えー、こちらの発信能力もあるんですが基本的には表拍からいかないと、えー、まあ最初にバスドラを打つとか、えー、まあ裏のフィルを使えたとしても頭にバスドラを入れてあげる、えー、ジャズだとタドンをうまく使って。 まあ、質問者の方はもっとここまでちょっと難しかったかもしれないですが、あと、えー、ボサノバとかサンバだと、カウント的には、譜面的には4拍子。だけど、あれ2分の2なので、えー、っと、ワン、ツー、スリー、フォー。っていう風にカウントするよりは 1, 2, 1、ワン、ツー、ワン。 なりますね。ボサノバとかサンバだとこれはインツー2分の2拍子なので 1, 2, 3, 4, まあでもみんなが入れれば全然問題ないんですがワンツースリーーワンだとフィールがせせこましくなってしまうのでカウントででその曲の曲フィールを出せればいいですね。あとは、えー、アウフタクトがあった場合アウフタクトっていうのはタクトっていうのはこの指揮棒ね。 そのアウフっていうのは手前ってこのビフォーっていう意味なのでアウフタクト。アウフタクトってことはこの二重線の、要は曲の始まる線の手前にフレーズがあった場合。これが例えばさっきダブルカウントで、例えばウッパーバーバーだとワン、ツー、ワン、ツー、ダラ,ラ。

というような、こういう風にするとですね、僕の理論で言うの、強迫、弱迫、弱迫の関係上、2のパルスじゃないと、1,2,1,2,3,4,1,2,3,4これだと、4小節目の頭に、この曲の頭が来てしまうじゃないですか。やっぱり、えー、っと、 奇数小節の頭で、えー、演奏を始めたいという感覚っていうのがうまくなってくるとあるんですね。こうどうしても2のパルスとか4のパルスの大きな流れがあるんで、それをこう1小節切り替える、ちょっと変拍子みたいな感じでできなくはないんですけど音楽的にちょっと気持ち悪いってなると、あの、問題はさっき言ったみたいにこういうアウトタクトがあるときにワン、ツー、ワンって来ると、 そこの、ワン、ツー、ワンの裏から入れる人と、人数が複数いるとね、ワン、ツー、ワ、ダバダダって入れる人と、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーは来るのを待っちゃう人といるんですね。だからこれはリハーサルの時にかなり確認します。で、僕が今まで経験上、このアウフトアクトがある場合は、ワン、ツー、スリー、フォー、のカウントをしてあげるのが一番多分ベストだと思います。えという風にカウントって結構いろいろあってね、 難しいのと、あともう一つ、このカウントするときに、こう、ワン、ツー、スリー、フォーっていうのは、音楽的にあんまり良くないですね。えー、っと、ワン、ツー、スリー、フォー、ワンっていうふうにね。これあのー、まあ、いろんな、こう、そのデモ CD とか聞いてても、上手い人ってみんなやっぱりこう、こういうふうに、こう音がこう、こういう、こういう、ワン、ツー、スー、フォー。まるで式棒振ってるみたいに点がわかるようにしてあげないと、ワン、ツー、スリー、フォーってやると、点が聞こえないので、 あんまりこう、曲が始まる感じがしないですよね。元気よくって言われると、まあ、元気よく言えば、ワン、ツー、スー、フォーって言ったら元気よく言えばいいんでいいってもんでもなくて、結局元気よく言っても音がワン、ツー、スー、フォーになると、どこが点なのかわかんないでしょ。それよりは、結局言われてることは 1, 2, 3,、ワン、ツー、スー、フォー、ワン、ツー、スー、フォーっていうこう、点が聞こえて曲が始まる感じが出せればいいということですね。大きい声であってもちっちゃい声であったって、この、 この形が聞こえれば多分文句言われることはあんまりないと思います。で、えー、だから、1、2、3、四だと結構この点が出せにくいんで、やっぱカウントは1、2、3、4の方が出しやすいですね。1、2、3、四だと点が見えないでしょ。だから、1、2、3、はい。 最後はハイにすることが多くてやっぱ「はい」はやっぱこうこれがわかるんで最後に「ハイが来ると「入らざるを得ない」みたいな感じにはなると思うんでこのうまく「ハイを使うかワン・ツー・スリー・フォーで演奏してもらうとあと質問者が「アウフ」多分突っ込んで「入ってって言われたのはワン・ツー・スリー アンティシペーションで入ってくるってやつだと思うんですね。で、これは僕の YouTube の動画のコンピングのパラグラフってやつがありますので、えっと、リンク貼っときますので、えっ、ー、と、詳細の方から言っていただければ、この解説をしてると思います。えー、パラグラフっていうのは頭から始まるのと前で突っ込んで始まるやつがあります。それは曲の最初も一緒なので。というわけで、カウントって意外と奥が深いですよね。えー、非常に、だからこう、前もってこれ、予備カウント。これは通っといて、ワン で、まあ、で、ーククトやると、曲が始まる感じがするでしょ人数が多いと、予備カウントっていうのを取って、だいたいとっだいたいこのテンポだなと。ククで、ワン、ツー、ワで、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 で。これだとね、えー、このカウントでも入れたりします。という具合に、まあ、現場でいろいろ工夫しながらやると思いますが、えー。私なりの今までの解説でございました。今日はご視聴ありがとうございます。今日もご視聴最後まで、ありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方はいいねのボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いしますメールマガジンではこういった内容のものを毎日お昼に配信しておりますのでもし面白いなと思った方はぜひ登録お願いしますこちらの方のびっくりマークの方ね、えー、押していただけると 中に入れて、えー、メルマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので LINE アットもありますからそちらの方で登録ぜひしてください。以上でです黒田ししたたありがとうございました